ポーチドエッグを用いたエッグベネディクトポーチドエッグは卵料理の一つ。日本語では落とし卵という。固まらせるために酢を入れた湯の中に卵の中身の実を落として加熱したもの。ゆで卵に比べ調理時間が圧倒的に短く湯の量にもよるが、黄身が食べ頃の半熟となるまで数十秒程度で済む。マフィンの上に乗せてエッグベネディクトにされることが多い。 また、トーストしたパンに乗せたり、サラダやスープに入れたりもする。鶏卵が一般的だが、漫画、おいしんぼでは、うずらの卵を使ったものが紹介されている。沸騰した湯の中に若干量の食塩と酢を入れ、火を弱め、水流の影響を減らしてから、別の容器に割っておいた生卵をそっと滑り込ませる。フォークなどを用いて、卵白を卵黄にかぶせるようにまとめる。湯を回転させ。 水流を作り、卵を中心に集める調理法もある。卵白が固まったら火を止め、蓋をして卵黄が半熟になるまで余熱で茹でる。茹で上がったら、鍋から取り出して、水気を切り、白身のはみ出した部分を取り去って、形を整える。調理器具としては、エッグポーチャーがある。器具に生卵を入れ、沸騰した湯の中に器具を入れて調理する。作家で栄養学の著書もある。 丸本粛清は卵の理想の調理法は一つしかないと断言し、ポーチドエッグを裁量として推奨している。卵に含まれているビタミンの破壊を最小限にするためには、加熱を最小限にしなくてはならない。一方、卵白にはビオチンの吸収を阻害させるアビジンという物質が含まれている。アビジンだけを壊して他の栄養素を守ることができれば理想的で、 かつ、摂氏80度ほどでアビジンは破壊され、同時に卵白は固まるという性質がある。つまり白身の温度は摂氏80度程度、卵黄の温度は固まる寸前の摂氏60度程度という状態を作り出せれば良いことになる。それを簡単に、かつ完璧に成し遂げるには、ポーチドエッグがベストという。そうして作られたポーチドエッグは栄養素や、 卵自体の味がそのまま保たれているため、余分な調味料を必要とせず、スクランブルエッグのように塩を振る必要はないとも、論じている。湯だけだと白身が分散し、ひとまとまりに固まらないため、丸本粛清のシステム料理学、ISBN4 から16から 728,801X 万。ありがとうございます。